あれやおらんねえ。うざめだね。あ、見ていきましょう。さあ、D 状態は、クラさん余裕っすね、バーサス、今日の地雷拳。ワンピ側は今日の地雷拳から波やん。キツイピ側がクラさん余裕っす。そう、クラ。いやーちょっとインティー創造的な意味ではリズムの方がリズムの方が強くの方が俺は今でも忘れません。キャラとして参戦して瞬間今まで見たことないベルブラプレイヤーがたくさんいました。稼働当初のそうです。全強体領域気づいたら今日中に追い込められている。追い込まれている。窮地に追い込められている。さあ、さあ、両儀ナイフ拾いたい。両儀はナイフが拾いたい。これは男子で大人め。ナイフ拾った今、拾った場所だったんだよ。サネショーロ。まだ残す。ナミアンはグラップ潰しの選択。いいぞ、強気な選択肢。さあ、ディズが捕まえて、ああ、2段目。いい数字、5-5-5。ラウンド2ファイト。最後戦がラミアン両儀。さあクラもアキラ率いる京都リーズ軍団の一人として、おーいいトイレ、しっかり 5A から落として、さあさあ、でもこの 5B がね、なんかめっちゃ伸びてる。いかにジャンシーでぶっ込んでいくかかなって思うよ。捕まえて投げない。裏へ回って確認ができない。エア意識できない。エア意識が取ってない。サーキスを使って受け身は取らない。今確かに。さあここでサーキスを使っていく。ここは全体ですよ。かぶしてないので入れっぱで逃げてナイフに対空しようとしたけど当たらないです。おお危ねえ危ねえ。ナイフが当たった。ああなぜかっていうのやーどーっと今のはマジか。いやシールド漏れてましたよ。なるほど。スリーファイト。順平がすごく盛り上げようと頑張ってる。さあ、あの総裁慣れてないと結構リーズにダメ取られちゃうとこなんですけど、そうなんですよね。下に逃がしたくない。さあ、クズネルがナイフが拾いたい。詰めるさ。おー、危ない。怖かった、今のは。今のはお互いこうだ。あー、気持ちいいね。どっち思ってみよう。あー、見合った。長い。息が長い、両儀。立ちぐらい。これは拾って死なない。まだあるわっしょい。さあリーズがどっこー。ダミアンが立ち回りですよ。面白かったかな。気持ちよし。行こうか。さあこれは牽制の試合になりそうな組み合わせですね。詰めるし。さあナイフなくしたけど、ナイフダミアン早いね、ナイフ投げるの。あ、若いから馬鹿げのイタリア投げた。出しちゃった。あ、ごめんなさい。はい。さあ、静岡が捕まえて、ペリスに潰れなく。さあ、ナイフを拾わない。コンボを選択。裏を投げて。さあ、コンボミス。あー、これは。一回次から投げていく。仕切り直す。バックステガリ上げられ詰める。これはでしょ。これは行くのか。じゃあな。さあ静岡、これは両儀の間合いが分かっていないか。ヒエル先生両儀やめちゃったんでね。そっちが今は紅白つかうそさあお互い様子見様子見めっちゃね正解ですね。足切せんならそう必要に回りを狙っていく波や。さあ行く行く。さあ静岡もふわふわ。さあ何かさこれ減るよ。あ投げ投げる。お互い一発じゃ重い。割り切る。ゲージマックスだったので赤アキはもう攻め続行したもんね。チョコマリ。さあチャンピオン引き上げていく波や。チョコマリ。もうしっかり立ち回ってる。さあこれはどうするんだ。コービナイク画面見てる。ナイス。さあホローマン使うのが使っていく。ここは使っていく。マイナスのとこだったんで。シュー見えない。投げて無駄よ。
ここがガード、シルバーナイフ。おーっと、シルバー通るが、いや、よくシルバー通ったよ、今の、ほんとに。さあ、ダウシカウンター、落として、さあ、どうなるこれ。いいかぞ。おっと、まだあるよ。すごいよ。ガッツが見えている。素晴らしい。シール取れるから強風じゃなくねみたいな。素晴らしいですね。さあ、なかなかいい制限が多い。かっこいい。おし、入れ込みかな。ちょっとなんか遅だちっぽかったけど、しあれよ、遅だちってどうなんだ。今の実況には入れなくてよかったと思います。おめわさんでもまだいけるんすか。はい、さあ、作ってナイス投げて、よいしょ、静岡さあ、登ったぞ。あの、さあ、ここからしかダッスキャンダがダッスと入っちゃって、静岡おー、シールド、お互い見えてるよ。もう降りてきて、さあ、ここまで来る。あーっと、まだある、まだある。さあ、できたね。さあ、突きを出して、ちょっと危ない。かぶったか、かぶったかが見えるよ。さあ、お互い慌てない。まだまだまだ立ち回り。さあ、お互い引っかかったら死んじゃいますね。引っかかったのはナミヤ。いや、いい試合でしたね。皆さん、よかった。ここは抜けるために投入ということですね。そうです。抜けるために。さあ、静岡の位置を分かってるか。純平と浪江のために本気出す。お互いここは無理せず様子見、様子見。さあ、まあ、ここは引っかかるが何も起きない。さあ、逃げて、寝だよ。さあ、確認したか、投げまでいけない。予測済みです。あー、これでやる。よしよし、よみがくしたっけ。おっと、ようやく見えず。これはね、ステイってステイって。あ、そう、あの、もみやまさんスタイル違うからしゃあないっすよ。ファイト。さあ、一本戦、じゃあ読みしよう。これ、よう見たらあれですよ、もう完全に後までエヴァーさんと後でですね。止まれ。そうやね。はい、なかなか面白い。まあ、あんまり大切しかないでしょうからね。ちょっと面白い試合になるマリヘル。さあ、よく見える。中断見えない。今油断しただろ、油断ばかり中断。さあ、自分かまして全部中断。きっちりコンボ決めて2本目取っていくのは静岡。ラウンド3。さあ、最終ラウンド重要な中堅戦。さあ、お互いじっしり前に入ってきたら迎撃するような形。そうかは空中から読みが必要かって感じですね。さあ、ちゃんと出し止めのゴミが置いてあって、さあ、じりじりしている。これメルカでしょ。オルタナさんすぐ来たもん。そうですね、今回すぐ行っちゃうんです。残り10秒で体力勝てるのに突っ込むんです。はい、あるある。さあ、ヨミが次へ。おお、よくいいよ。おお、落とした。さあ、お互いゲージをどう入っていくか。さあ、静岡はあと 60%。お互い捕まらない、捕まらないと止まる。さあ、時間も使うなってきて、おーはい、投げる。ここはダッシュちゃんとこパンが刺さって、俺これ魔法のダッシュって言うんでいいと思うんですよ。中堅していったのはよみ早くウホンゲさんの読みやから知らない。あー、なるほど。さあ、おー、
予測済みです。普段は後で今日とてはならないでしょうか。さあ、分かりました。予測済みです。あ、ユウさんハーフや。おー、タキラ。予測済みです。さあ、いやー、VTR のシコンには負けたくない。落ちろ。おー、通じてる。おー、いい上がり通じてる。しかし、カエルを使ってぬるい。バンを待っていく。あなたに負けろ。おー、おー、ごまかせ。戦闘再開します。バグして、バグして。何私は投げろー。おー、しかもちゃんと溜めたんで良い。さすが嫁さん。いや、ユウさんがいいよって言ってるから。ラウンド2ファイト。あ、鉄ユウさんは放っていこう。さあ、ちょっと横からさせばんとしますけど、行きましょう。打ち抜くか。よし、ラーじゃないですか。今まで助かったね。まだまだ勝利受け。オッケー、当たらず。はい、まか。潰れろ。中道見えてる。しっかり強気に攻めていくあたり。打ち抜く。おーい。さあ、助かって。おお、よく上がったね。どうなの？さあ、そして、あきら行くわね。ヨミさんとかちょっとあきらに暴まれた。さあ、これは、あしっかりネタで殺していくがあったのよ。さあ、3位ですね。